直近アップデで速度上昇値がプラス60からプラス80になったノーマル値を紹介するよ。計略は式4で青の 1.5 コスの味方の武力プラス6速度プラス80が 7.5C の投げ計略。青の最大武力を対象にするけど 1.5 コス以外は武力プラス2の2、範囲が広いから紺色向け、効果が高いから牙に投げ新速としても使えるし、超絶強化の補助にもできる。よう7枚全万次郎デッキを組んだところ、相手の枚数を参照する刃とマッチして、さあどうしようというところ。混乱した敵など葬るにたやす。 I'll be back。俺が隠し味だ。突撃。さらば。カズトヤ様、受け取ってください。戦機解放。全ては人間への復讐のため。流派発動。一の型。お粗末様でした。アイムバックぜよ。俺は怯えているのか。ジオ、すまない。 I'll be back。 戦機解放。暴れたい。逃げ場なんてどこにもないよ。仕込みは終わった。元を立てるな。お粗末様でした。傷の心配はいない。発動。二の肩。アイムバックぜよ。我が瞳には毛利の未来が見えている。突撃。俺は怯えているのか。カズトヤ様、受け取ってください。ヘイ。さらば。次はいい返事を期待しているよ。突撃。突撃。見るべきものは見た。ここまでか。バカにするな。速度上昇が生きてる。開幕玉数特有の重なりでガバったけどまだいけそう。そして余談やけど、三内和人より投げると専用セリフ。ヘイヘイヘイ、容赦ナッシング。音を立てた。拙者に任せよ。
動。三の肩。人間への復讐のため。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。へい！突撃！へい！次はいい返事を期待しているよ。戦場をかける瞬間におなりください。流派これで白速で敵陣まで駆けつけてくれといった感じのことも。もちろん位置取りがしやすくなるから射撃もしやすい。突撃へへここまでか。可愛くて強い良いカードやね。個人的に好みのキャラやから絆ポイントあげたい1枚。今回は2試合やるよ。7枚デッキやから当然創作も要警戒。立ち回りは序盤はともかく四季8の中盤以降は慎重にいきたい。引き際はわきまえている。流派発動。一の肩。お粗末様でした。やっちまったか。拙者に任せよ。暴れたり。仕込みは終わった。へい。お粗末様でした。やっちまったか。軽い。深き悲しみを超え、私は再び戦いに出る。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。へぇ、ジオ、すまない。へぇ、
武士の死に様、時止めよ。発動。三の方。空が赤く。仕込みは終わった。へい。俺は怯えているのか。へい。引き際はわきまえ。傷の心配はいない。暴れたり。三の方。軽い。立てるな。軽い。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。しまったか。へい。深き悲しみを超え、私は再び戦いに出る。戦場を避ける準備におなりください。じゃ。お粗末様でした。騒ぐことではない。さらば。戦機解放。ここで再起を想定して舞台を投げ取るけど、これは実食測定体が間に合わなければ孫作の餌になって負けてたので大きなミス。良い子は真似したらあかんためなプレイなのね。空が赤く。天気発動。2の方。軽い軽い。ハムシャごとき重忠の敵ではない。武士という毒をいかに使いこなすかが腕の見せ所よ。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。戦場を避ける準備におなりください。武士の死に様、とくと見よ。守り抜く。へい。処刑する。空が赤く。処刑する。へい。ご視聴ありがとうございました。